はい、こんにちは、つつけんです。今日は2月の7日、現在の時刻は11時半になります。今いるのは河津七滝のね、ループ橋の下にある上条の桜、こちらがもういよいよ満開ということで、今ねやってきました。どうですか、もう素晴らしい。いや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 、ここね、あの2本大きな木があるんですけれども、こんな見応えたっぷりな場所、いかがでしょうかね。ちょっとね、中心部からはだいぶ離れたね、15分ぐらい車で上流の方に来たところになりますが、このように素晴らしい桜がね咲き誇っております。ということで、今日午前中で晴れていたんですけれども、今ねちょっと雨がねポツポツ降ってきてしまいました。またこれからね、中心部の方に行って、撮りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、次は河津桜原木にやってきました。上条の桜の方がちょっと咲いているような気がしますが、こちらももうね見ごろということで、もうね満開とまではいかないです、ちょうど八分咲きぐらいになったかな。もうね完全に見ごろです。めちゃくちゃ綺麗。さっきまで降っていた雨もここに来たらねやみました。ちょっとね青空も見えてきましたね。じゃあ川沿いの方にね行ってみたいと思います。はい、宝泉橋の上にやってきました。こちらからね見る感じはいかがでしょうか。午前中ね晴れてたと言ったんですけれども、かなりねポカポカ陽気、予報では8度とか9度とかっていうね最高気温のね予報が出てたんですけれども、いやそんな寒くはねなかったです。13、4度ぐらいあったのかな、かなりポカポカしていました。今日からねまたお天気は良さそうなので、開花はねどんどん進んでいくと思います。先ほど言った上条の桜、そして原木、こちらねかなりね開花が進んでいますが、川沿いはねざっと見るとこんな感じかな。はい、でねちょっとねこの後ね笹原公園のあたりに行ってみようかと思っておりますが、ここでねちょっとしたね豆知識、河津町内ね線路を抜かして、この桜並木沿いには7本の橋がかかっています。その7本、まあ、地図をね後でインターネットとかでね見れる方、現地に来てゲットできる方はね参考にしてもらいたいんですけれども、河口からね浜橋、屋形橋、荒倉橋、木の宮橋、宝泉橋、河津出湯橋、峰子橋の7本です。で、今いるのが宝泉橋で、ちょっとあっちに見えるのが木の宮橋になります。はい、ということでね、このね、端々のね、単位でちょっとこう開花状況を説明すると、浜橋から屋形橋、そして木の宮橋、宝泉橋あたりが、どうだろうな、1から3分咲きぐらいかな。そして出湯橋までが2から4分咲き、出湯橋からさらに上流峰子橋あたりが3、4、5、6分咲き、もうねほぼほぼ見頃と言っていいくらい咲いております。はい、ということでね、ちょっとねこの参考になったか分かりませんが、なんかこう覚えやすい方法あるかな。まあ出湯橋は確か河津出湯橋が正式名称だけど、出湯橋ということにして、早秋穂、早秋穂意味、早秋穂意味ちょっと語呂的に覚えやすいか分かりませんが、橋の頭文字早秋穂意味、河口からね早秋穂意味、ここはねちょっとね覚えといてもらえればいいかな、早秋穂意味。まあ今日はね水曜日なんですけれどもね、このあと木曜日金曜日どうなるか分かりませんが、お花の見ごろといったら宝泉橋よりも上流部分に行っていただけると、今ね一番綺麗な状態の桜が見えるんじゃないかなと思います。もうね時間がある方はさらに上流峰子橋のね消防署の裏あたりまで行って、そのあたりをね楽しんでもらえると、もう最高の今ね最高の状態の河津桜が楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ次の場所行ってみたいと思います。はい、笹原公園にやってきました。まあこちらからね見る河津桜こんな感じです。先ほどもお伝えしましたけれども、まだねつぼみの数が多く目立っております。でもね咲いている木もねたくさんありますので、このあたりね菜の花と一緒に楽しめますからね、ぜひこの辺りもね歩いてみてください。人の感じはねこのようになっております。バスもね多く入ってきていますので、
このね3連休あたりからねだいぶ混み合うんじゃないかなと思っております。はい、ということでね今日はこの辺で動画を終わりたいと思いますが、今日ね朝ね石油王のねあっちゃんが朝の、峰小橋消防署の裏あたりのね動画を撮ってくれました。そちらねこの後お見せしますが、またね明日木曜日金曜日の動画では、この3連休のね攻略方法なんかをお伝えできればいいなと思っておりますので、ぜひぜひそちらのね動画もよろしくお願いいたします。それではつつけんでした。